ブルーム・ノルベルト・ゼバスティアン・ブルームは、ドイツの政治家、キリスト教民主同盟所属、ヘルムート・コール内閣で1982年から1998年まで16年間の、全期間を通して、労働、社会問題大臣を務めた、ヘッセン州、デュッセルスハイム出身、デュッセルスハイムのアダム・オペル社の機械校として、職業訓練を受け、 1957年まで機械校として働く。マインツの夜間学校に通い始め、1961年にアビトゥーは合格。この間、ボーイスカウト組織である、ドイツ制ゲをルクボーイスカウト団のリュッセルスハイム、支部代表を務める。その後、フォルクスワーゲン社などの奨学金を得て、歴史学、哲学、ドイツ語学などを専攻し、また、タスクサイとして、進学を学んだ。 1967年、博士号を取得。ブリュームは1950年に、設立間もないドイツキリスト教民主同盟に入党した。ブリュームは、党内組織であるキリスト教民主主義労働者連合で活動し、1966年から、セディの月刊誌、社会秩序編集員となり、1968年に、セディ事務局員、1977年には、 セディ連邦代表に就任した。1969年にセディ連邦幹事会入り。1972年ドイツ連邦議会選挙で初当選。1980年には連邦議会議員団副団長に就任。1981年にセディ副党首に選出される。1981年西ベルリン市長リハルト・フォンバイツゼッカーに招聘されてその参事に 就任、ベルリン市議会議員となる。しかし、翌年10月、新たに成立したセディのヘルムートコール内閣に労働、社会問題省として入閣。1983年総選挙で、ドイツ連邦議会に復帰、以後1998年の退陣まで、コール内閣の全期間にわたり、労働、社会問題省を務めた。大臣として、社会保障の充実を図り、 とりわけ介護保険制度導入に尽力した。年金の保全にも取り組み、定年を65歳から70歳に引き上げようとした、セティの政策に反対したことでも知られる。1987年から1999年まで、ノルトラインベストファー練習のセティ代表を、また1990年まで、ついで1992年2000年まで、セティ副党首を務めた。二千二年を最後に、 連邦議会を去り、政界を引退した。イエスの心を持った、マルクス主義者と、揶揄されていたブリュームは、次第に新自由主義的傾向を見せ始めた、セディ党内での影響力を失っていた。2005年の新聞インタビューでは、あなたは自分を左翼だと思いますかという質問に、そうだといいですね。と答えている。ブリュームは、テレビの娯楽番組に、たびたび登場する。 庶民派政治家として知られ、2000年からは番組制作にも関わり、また子供向け書籍も執筆している。2001年にライプツィヒ人権賞を受賞。サイエントロジーに対する批判でも知られる。湾岸戦争後の経済制裁に苦しむイラクをたびたび訪問し、パレスチナをたびたび訪問して、イスラエルの占領政策を批判した。2004年には、 ケルンで行われたパレスチナ支援イベントで、イスラエルはパレスチナ人に対して、殲滅戦争をしていると発言。殲滅戦争というナチスドイツ時代の用語を使ったため、ハンセム主義と批判されたこともある。2019年より病気となり、2020年4月23日に84歳で死去。AB、ジャーマニー、SX、レーバーミニスターのルベルト BLM 大ズ、ドイチェベレ。 https, www.dw.com, en, ジャーマニツエクスレーバーミニスターのルベルト bl%c3%bcm 大豆 a-53232072020 年4月29日、閲覧、ありがとうございます。